発生した震度6強の地震により、日立、厳原市内の主要地方道、水戸上地線上において、放置車両が発生し、緊急車両の通行に支障をきたしていることから、災害対策基本法第76条の6に基づき、道路警戒作業を開始します。また現場から災害時情報共有化システムを利用して現場の写真を速やかにシステムに登録しています。これにより災害対策室において現場の状況が確認できます。じゃあ僕らの説明なんですけど、確認とか一応消し地震庁災害対策会議を開催いたします。土木事務所、それから、県内で40カ所の被災が確認されております。そのうち22箇所が通行規制を伴うので赤で表示してございます。通行不能が発生したのは県庁付近の片側1車線の道路上でございました。周辺の道を指示しようしたところでございます。写真を申します。民地の方に東安空港建設協会に所属いたします4社68名となってございます。採石と鉄板敷きによる応急復旧を要請してございます。今回の法改正でこういうふうに、撤去できることになったんで、非常にそこはスムーズにですね、そういうような特に初動の時の対応っていうのがやりやすくなったかなと。それをそのためにもですね、こういう訓練っていうのが、その撤去する訓練というのがすごい大事かなというふうに思っています。もう大きな地震とかのようなことが起きた時の迅速なですね、対応に十分に生かされていくかなというふうに思っています。